こんにちは、川西ウィークリーセミナーです、えー。今週もよろしくお願いします。えっ、ー、と先週はまあ雇用統計とかあの金曜日発表はありましたけれども、あのー、ご覧のようにですね、今東のチャートをご覧いただいていますけれども、結局はあのー、それまでこう続いてきた151円、152円中心のたった1円の狭いレンジを先週もあのーえー、大きく その抜けるには至らずということになりました。えー、ということで、まああの、介入もまだここまで実現してないんですけれども、あの状況はあんまり変わってないので、あのえー、今週もです、ね、あの先週までと同じようなあの感じになると思います、焦点は。まずこのレンジをどっちに抜けるのか、あの上方向に抜けた場合には、いよいよ介入との,、ね、あの攻防がある。 ある可能性が出てくると思いますので、まあそういったあの焦点になると思うんですけれども、詳しく解説していきたいと思います。よろしくお願いします。<laughs> えっとこんなふうにですね、ドル円はこれもうんと3月の中旬ぐらいからですから、あのカレこれ2週間以上になるんですけれども、下が151円、上が152円のちょっと手前ぐらいのところの1円ぐらいのレンジをですね、あの。えー なかなか抜けられないその今期持ち合い相場がこついています。金曜日に先週の金曜日にこんなふうに少しだけあの割れる場面もあったんですけれども結局それもあの下っ離れまでにはつながらずにですねまた戻しちゃってということになります。えっと雇用統計が金曜日に発表されたわけですけれどもあのご存知の方も多いと思いますけれども、えっと、ノンファンペイロールは予想より強い あの数字になりましたしそして失業率も改善とあの若干ですけれども改善ということで、まあ、全般的に予想より強い数字となったのであのドル買いでの反応ということになったんですけれどもちょっと不安して見てみましょうねこんな感じで151円台あの前半で推移してたところからですね一時151円の70銭ぐらいまでですね ドル高になったわけですけれども結局あのさっき冷やしてご覧いただいたようなですねこの間の上限152円は超えられずというところであの、えー、持ち合い相場今後期が先週も結局続くあのことになりましたまあさすがにもう2週間以上も続いてきたのでそろそろ今週はねあの どっちかに抜けてくるんだろうなというふうに思いますしよく言いますけれどもやっぱり今後期って長く続けば続くほどマーケットあのそばにエネルギーがたまるのでこれを抜けたら今度はたまったエネルギーが発散されて一方向に大きく動き出すということになると思うのであのいよいよ、ね、あの今週はその可能性があの高まっているという意識で見ていく必要があるんじゃないかなと思います。 じゃあ抜けてドル高になるかドル安になるかっていうことですけれどもドル高になった場合はあの <coughs> いよいよ介入との、ね、攻防戦が実現する可能性があるんだろうなと思っています。まあ、あの僕従来から言ってることですけれどももうすでにあの3月末の段階3月の末に3者会合っていうのを財務省金融庁日銀の3者会合とやってますけれども。 あ,のあそこまでに介入をやることはほぼ決まってるんだろうなと僕は思っていてそうであればあの3者会合の日の水準を超えてドル高円安が進むとそれは具体的に言うと152円を超えていくということなんですけれどもあのそうなったらもうすぐに介入をやるだろうなという具合に僕は考えてレポートでも、まあ、この番組なんかでもそういうふうにお話してきたと思うんですけれども。<coughs> あのいろんなところでしゃべってますけれども、2日付のあるメディアのインタビューで、山崎さんという元財務官があの、えー、お話していることもです、ねあの、今、僕が言ったようなこととほぼ,ほぼ同じなわけですよね、この間のレンジを上抜けた場合には、もうすぐにも介入やると思う、そして、まあ、それはあの最近の,、ね、あの財務省関係者の,あの発言がかなり強い表現を使っているので、 あのこれまでの経験からするとその場合はもうすでに、ね、介入をやることが決まってる可能性が高いと思うという話なわけですけれどもでその一方で仮に155円まで介入をやらなかったらそれこそあれだけ強い表現を使ってあのやる意思を示してるにもかかわらずにあの介入をやらないとなればそれは通貨当局のね 信任をしないいかかねないことだとだ思うからみたいな発言もしているので、まあ、そういうのを総合すると山崎さんの,あの見方からしても152円を超えたらいつ介入にやってもおかしくなくて、まあ、相場付きによってねあのそ,のそれこそ売買戦略とかもあるでしょうからあの仮に遅れたとしても155円までの間にはもうやるだろうというようなあの見方だと思うんですけれどもあの僕もあのそう思うし。 で僕よりも山崎さんっていう方はあの約20年前にねあの神田今の神田財務官があの財務省の為替介入の陣、まあ、頭指揮を取る為替市場課の課長補佐だった時の,あの直属上司為替市場課長だったんですよね。だから山ささんと神田さんと田いうのは、まあ、介入 局面でそそれこそ暗くを共にした人だと思いますのであの今の交流があるないとは全く関係なくやっぱり考え方があのそんなに違ってるとは思わないので、うん、そういう神田財務官の元上司の,あの山崎元財務官がね152円を超えたら。 いつ介入やってもおかしくないし155円までにはもう絶対やるだろうみたいな見方をしているっていうことはやっぱりあのその可能性が高いという具合に考えておく必要があるんじゃないかなと思います。で介入やってじゃあそれが効くかどうかっていうことですけれどもまああの2022年に3回介入やった時にはさすがに介入やると最近の介入って介入額が大きいのでね何兆円ってあるので。 あの2022年3回の介入も一旦はとにかくドルが急落するし5円前後3回の介入すべて5円前後ドル急落という具合になっているのでだからで大事なのはあのその財務省の後で介入実績報告あの公開するのであの3回介入やってたんだねって分かるわけですけれども。 あの公開される前にはもう少しあの介入やったあの回数が多かったんじゃないかっていうふうにあのそういう噂が流れたこともあったんですけれどもで実績公開されたらあやってなかったねっていうそのそういう場合ってですねドルの介入の思惑が流れたんだけども実際介入なかった時のドルの反落って小さいんですね。 せいぜいぜにとどまってるんですねで。実際介入やってた時っていうのはもうほとんど5円前後急落しているということですから今回の場合もすぐに介入をねあの確認するかどうかわからないですけれどもあのやったかどうかの目安っていうのは一つやっぱり5円前後の大幅な下落になるのかあのそこまでに至らず1円ぐらいでねあの,の下落にとどまるのかそこが一つの目安になると思うんですけれども。 で僕は今回は152円を超えたらすぐに介入やると思っているのでそうすると直後にはやっぱり相当のドル急落150円割れという具合にあのすぐにねドルが急落可能性が高いんだろうなと思うんですけれどもで今回の場合特にその,あのマーケットのポジションが随分ドル買いに傾斜している可能性があると思うので。 とりわけ最近僕は CFTC 統計の投機筋のポジションというのをよくあの引用しますけれどもあれで見ると先週にかけてもう14万枚以上まであのドル買い円売りポジションドルの買い越し円の売り越しポジションが拡大してるんですね。14万枚以上というのは遡るところ2013年の12月以来なんですね14万枚以上って。 だからもう10年11年ぶりかな、まあ、10年ぶりちょっとぐらいの,あの大幅なあのドル買い投機筋のドル買いポジションになってるしでこの2013年の12月ってなんでじゃあ,あのこれだけドル買いを拡大したかっていうとご想像つくかもしれませんけどこの局面ってアベノミクス円安なんですねアベノミクス円安で,で黒田緩和なんかでもう実質的に日本政府が円安誘導してるもんですから。 円安がバン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 でこう広がっていくわけですけれども、その局面でやはり投機の円売りっていうのもあの今回と同じほど拡大していったということなんですね。で、このとっていうのはちなみにまだあの日米ともにゼロ金利政策やってるわけだから金利差っていうのはほとんどないんですけれども、ただなんでたってアベノックス円安で円安誘導しているのであのそういう重要万万まで拡大した。 じゃあそれ以上に円売り冬季の円売りポジションを拡大したのはいつかっていうと、まあ、僕がよくあのこの間ねあの強調してきている200年2007年以来なんですね2007年までさかのぼる必要が出てくるんですね。この2007年の時には、えっと、18万枚以上にあのこの当期の円売りポジションって拡大してるんですね。あの先週 14万枚以上に拡大したっていうのは実質的にはまさにその2007年以来のの円売,り円売り越し拡大とということになるんですねじゃあ2007年はさっき言った通り2013年はアベノミクス円安で円売りが投機の円売り拡大したってことは分かるんですけれども2007年は何でそこまで円売りが拡大したかっていうとこの時にはやっぱり日米の金利差が今と同じくらい大幅に開いていた。 政策金利差があのドル優位円列位が5%以上に拡大していた今は5.5%ぐらいですからあのそういう絶対的に大幅な金利差の中であのあの18万枚以上というと実質に円売りバブルって言ってもいいわけですけれどもそれだけの投機円売りが拡大したわけですね。で今回のの場合もまさにそれ以来の 14万枚ですけれどもあの円売り拡大になっているっていうのはあの背景としてはやっぱりこの絶対的な大幅な金利差っていうところがあの重なっているのでそれを受けて相当ドルが円売りにあの傾斜していいるとととううことだと思うんですねでそうであればそこに介入が入ればですねそれはやっぱりあの カウンターアターックになるわけですから、ドル買いポジションの手じまいにあの向かいやすいと思いますのでドル買いに大きく傾斜しているということはあのこれを売ってあの利益確定しないことには利益にならないわけですからみんなやっぱりその利益確定あの,の,あのタイミングっていうのを考えてるわけですね。そんなところに介入で、 あの弱いも5円も下がるっていうリスクが出てきたら普通はやっぱりそうあの手仕まいを急ぐと思うのであのドル買いの損益確定を急ぐと思うので損益確定売りを急ぐと思うのであのかなりやっぱりドルは下がりやすいんだろうなと。ちなみに最近でも あの三月に、三月前半に、一回百四十六円までドル急落した局面がありましたけれども。この時は、こういうやっぱり、持ち合い相場を下っ離れたら。ドドドって、こドルが下がっていくわけですよね。これなんかも、あの。今と、に近いほど、やっぱりドル買いポジションに、あの傾斜していて、だから、ドル。 安いリスクが拡大してくるとそのドル買いポジションの手じまいを慌てると思うのでこういうドル急落になったと思うんですけれども今回も似たような状況ですからだからここで、ね、介入があったりそして介入の有無にはかからずに、まあ、ドルがこの連上し下っなれてきてあのドル安いリスクが高まるようだったら大きくドル買いに傾斜したポジションの手じまい売りが拡大することによってやっぱりドルやドル安は広がりやすいと。 いうことだろうなとは思うんです。けれどもまあ、そのあの点が今週も引き続き焦点になっていくと思います。で、もう一つの今週の焦点っていうのは、まあ,あの先週一部一時見られた。あのインフレ懸念がね。根強く残ってるので、利上げ利下げっていうのはちょっとね。本当にできるのか？frb は一応3回年内予定してるっていうふうなあの。 示唆をしていますけれども本当に3回どころかだん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 1回もできないんじゃないのみたいなまだそこまで言えないけどももう1回利上げすることもあるんじゃないのみたいな感じにこうなってきたらさすがに短期的に上がりすぎていた株もですねあのそれを口実に少しこう下がるみたいな少しというか先週は結構大きく下がる場面もあったわけですけれども。ですからこの利下げ 期待のあとい思ます後で言いますけれども今週の経済指標の発表ではやっぱり CPI、PPI がありますのであのアメリカのインフレ指標の発表というのが一つのね、山になるわけですから、まあ、そういったのを受けてこの利下げ見通しの見直しに伴うあの株安リスクというのはそれに反応して結局、 あの151円割れってなったのが木曜日のニューヨークからあの金曜日のあの東京にかけての大きだったわけですよね。ですからまあそっちの方も引き続き要注意かなという具合には思います。ということで以上を踏まえると今週の予想レンジですけれどもいよいよこのレンジを仮に上抜けたとして152円を超えたらやっぱりあの値が飛ぶと思いますので。 ただ153円前後ではもう早速介入があり得ると思うので上値は153円をちょっと超えて153円の50銭ぐらいというところにして介入やったら5円前後下がるっていうのがこれまでのパターンですから153から5円を引くと148円とかになるわけですよね。ですからであのドル買い,いポジションの手じまいもね拡大する可能性があると思うのであの大きく動くとしたらやっぱり。 ドル安方向かなと思うので、ドルの安値は147円の50銭ぐらいというふうにしてですね、147円の50銭から153円の50銭というレンジであの考えてみたいと思います。最後に経済使用カレンダーを使って、今週の注目材料について確認してみたいと思います。まずは、あの金融政策決定会合は主なところ3つありますので、そちらの方うを日程だけ確認しましょうね。 えっと、一つはあの、水曜日ですね、水曜日はニュージーランド、ニュージーランドと、それから、えっとここかな、カナダですね、の,あの金融政策決定会合もあります。今のとところ両方ともあの 政策金利据え置きという予想になっているみたいですけれども、そして木曜日が ECB ですね、はい、ここで ECB と、ECB、EC FRB よりも早く利下げを始めそうだという見方になってきてますけれども、今回については一応、政策金利据え置きという予想になっています。 そして今週のアメリカの経済指標発表の山は先ほども少しお話ししたとおり CPI、CP PPI というインフレ指標の発表がありますのでこの辺があの山になりますね。えっと CPI 前年比で見ると CPI はですね総合では3.2だったところから3.5%にあのインフレ率が上がるという予想悪化するっていう予想になっているわけですよね。 これ原油の影響が大きいんじゃないかなと思うんですけれどもだから逆に言うとそういう原油とかの要因を除いたエネルギーとかを除いたコアで見ると前回のところから3.83.7%にインフレ率低下するっていう予想になってるからだから原油を除くとまあ全般的にはインフレ あの是正のね、あの流れということにはなると思うんですけれども、まあ、ちょっとさっきも言った通り、ここにきて、あの、経営価格の高騰なんかも向けて、インフレへの見方がまたね、ちょっと厳しくなっているので、この辺の数字、あの要注目ということになると思います。一方で、ここで、えっと、この木曜日は PPI の発表があるんですけれども、PPI は、ここではまだ予想値出てないので、分かりませんけれども、えっと、CPI について、木曜日は PPI の発表と。 いうあの予定になっていますそれ以外では金曜日のメシガン大学の消費者信頼指数っていう指標もですね期待インフレ率なんかで結構注目を集めることがありますので、まあ、あの今週は、えー、特にそういうアメリカのインフレ仕様の発表でそれが、えー、利下げ見直し利下げ期待見直しにどうあの影響するのかそれを通じて株安にねあの 株安をもたらすのかといったところは、あの株相場にもあの影響してくると思いますので、あの注目点になると思います。では今週は以上になります。失礼します。